こんにちはテンバーアカデミー堀秀夫ですオーストラリアアマゾンとアメリカアマゾンの違い、まあ、これね、えー、今から始めるんでも、まあ、結構大きな違いがあります、まあ、その違いは何か、まあ、アメリカアマゾンはね、えー、もう何年も前に始まってますんで先行しているライバルが大勢いるというのがオーストラリアとの大きな違いですでね今アマゾンは まあ、とんでもない商品を販売しているセラーとか、偽物を販売するセラー、商品を送んないセラー,、えー、商品を送るのが遅いセラー、そういう問題を起こすセラーをね、排除するのに、えー、一生懸命取り組んでます。そうするとね、えー、今さらありきたいの商品を販売する普通のセラーはいらないと。ね、まあ、いらないというのは極端な言い方ですけど、わかりやすく言うといらないということです。なぜなら、すでに実績があり、トラブルの少ないセラーに、 そのまま販売してもらうのが一番いいと、ね。今まで何の問題がなかった人が、まあ、急に問題行動を起こすことはあんまりないですけど、新規で入ってきた人がね、えー、何をやるかは分かんないと。だったらわざわざ、ね、あ、えー、れた待の商品今、今まで既に実績のあるセーラーが売ってる商品を、まあ、新規の、えー、セーラーに売らせることはないというのがね、まあ、当たり前ですけど、まあ、ア,メアマゾンの効率的な考え方です。まあ、そのために、 アカウント解説後、90日は売れないと、ね。90日間売れないで。取引係数50件を超えないと売れないと。まあ、これどういうことかというと、まあ、90日間はそのライバルがいない商品、あるいは、ね、ライバルが20ドルで売ってるものを、ね、例えば13ドルとか、ね、12ドルとかで売るというような、ね、安い値段で売って売れたセラー、でその安く売ったのにもかかわらずクレームがないと、ね。 あるいは月50件以上売ってるけどクレームがないと。それで初めてね、まあどうやらこのセラー大丈夫そうだなということでね、えー、カートを取らせてもらえたり、えー、出品できる商品も徐々に増えていくという形になってます。ですんでね、えー、まあセット売りとかめんどくさいことやるのはなぜなら、すでに単品販売はね、あらかた、えー、もう先行してるセラーが売ってるんで、先行してるセラーと同じえ商品を出品しようとしてもね、例えば出品できないとか、 まあ出品したとしてもね、えー、値段が一緒なのにカートが取れないとかね、えー、そういうケースが多いです。だからね、まあ初めの90日間はしんどいです。で、これね、えー、なんか言い方がまずかったみいなくて、90日間で月50件超えないとね、えー、売れない、売れないというふうに捉えた方がいらっしゃいましたけど、そうじゃないと、えー、アカウント解説後90日間は、えー、もうその初心者扱いなんで、 出品,出品に制限がある。カードが取れないということです。でカタログも、ねえー、作れなかったり、販売許可が必要だったりします。で、90日かアカウント開設後90日を超えて、取引件数が月50件を超えてね、それで初めて、えーまあ、大丈夫そうだなというのでね、えー、いろんな制限が外れるということです、まあ。なんていうんですかね、ハンデというか、まあ、運転免許でいうと仮免許ですよね。 えー、仮免許みたいなもんで仮免許のうちはもう儲かる商品探したところで、えー、仮免許取れてからだったら売れる商品もね、えー、その制限かけられてるせいで売れなかったりするんで売れません、まあ、そういうのをねまず外す努力が必要という形です、まあ、つまりアメリカアマゾンでは儲けるためにはこの仮免許を取るスタートラインに立つための時間と手間やお金がかかります一方ね全員新規参加のオーストラリアアマゾンだったらその手間は不要と まあだからね、えー、早くオーストラリアの FBA 始まんないかなと。あるいはね、FBA 始まるまで、始まる前でも、セット商品を作ったりなんだりで、オーストラリアで売った方が、今から新規でアメリカアマゾンやるよりは、まあ、儲けやすいんじゃないかなというのがあります。まあ、ただ、これはね、えー、商品探しの相性とかによって人それぞれなんで、またね、えー、個別にサポートさせてもらいますけど、何しろアメリカアマゾンね、えー、アカウント作って90近間売れないと。 月,月間取引50件を超えないと売れないというのは覚えておいてください。あと、小口のアカウントで少しずつ売っているのは、ね、これはあの販売期間に入らないです。なぜならその呼び方が、ね、インディビジュアルとプロフェッショナルというようにアマゾンはプロフェッショナルに売ってほしいということなんで、ね、プロフェッショナルアカウントにして90日そして月間取引月50件を超えないと売れるアカウントになってないと売れるアカウントになってないと 儲かる商品探しても売れませんので、えー、すなわち、儲かる商品が全く見つかんないというようなね、悪循環にはまります。だからもうね、アメリカもやるぞということで、もう、急値間をね、えー、利益を同外しして、とりあえず取引件数を稼ぐというのでね、えー、まずアカウント作りが必要と。で、それが面倒であれば、えー、オーストラリアアマゾンの FBA の開始を待つか、あるいは開始をね、えー、ただ待ってるのもなんだというのであれば、オーストラリアアマゾン、あるいはオーストラリアの eBay で、 販売しして儲かる商品をを探すすというのをお勧めしますこれについてはね、ちょっとそういう仕組みがあるというのを理解してないとなかなか、えー、理解し難い話なんですけど、まあ実際そういう仕組みになってます。公表はしてませんけどね、サポートしててこれは分かっている事実なんで、まあ、そこをクリアしないと、えー、アカウント解す90日過ぎてると、月間取引月50件超えてるという、えー、状況をクリアしないと、もう全然儲かる商品見つかりません。 というのを覚えて、えー、us Amazon に取り組んでいただければと思います。以上、天馬アカデミー堀秀夫でした。